富山市向井新城町、純和風こだわりのお家。この天井から柱からもう随所にこだわった材料、すき家作りをね申していると。広いですね、この縁側。茶室、お茶ができるようになってますね。炉が切ってあって、書院作りのザ・床の間。リビング、ダイニング、キッチン、大きな梁。これおそらく構造材をねこのまま表しにされてる。今やったら結構あるんですけどね、多分これ建てた時にこういう建て方するってなかなかこだわってないとできないと思いますね。この駐車場もついてます。立地もこだわってるんですよ。奥見えますかね、立山連峰ですよ。どうも、秋谷勝岩田です。 SDGs 富山県にやってまいりました。今日もね面白い物件だというふうにお聞きしておりますので、非常に楽しみでしております。それでは早速行ってみよう。はい、皆さん、それではやってまいりました。富山市向井新城町というところなんです。富山駅から車で約、18分、7、8分ぐらいのところですかね。それでは早速ご覧いただきたいと思います。こちらです。じゃん、見てください。これ純和風こだわりのお家。もう見るからにですよ、もうファサードがもうこだわっているっていう。これ非常に楽しみです。すごい綺麗ですね。しっかり管理されているという感じで、まずは中からご説明していきたいと思います。見てください、これね、格子戸があって、この辺り、これ瓦ですよ。これ瓦を入れてね、こう玉砂利引いて、しかも大理石ですよ。これすごいですよ、かなりこだわってます。はい、そしたらね、中入っていきたいと思います。はい、玄関ね、これもねこだわってね、これね、中もねこう飾り戸みたいな形になって、はい、じゃあ失礼いたします。はい、でください、まず玄関ドンとね、素晴らしいですね。こちらね、この天井から柱からもう随所にこだわった材料、そして作りがですね抜群に現れてますと。この床柱もすごいですよね。多分今じゃあんまりないですよね、これね。はい、そしてこちらですよ、この和室。ちょっと所有者さんに教えてもらうと、こうすき家作りをね申しているということで、こういうね竹、ちょっとすすだけっぽい感じのやつですね、使いながら。すごいですね。では失礼します。はい、入ってドンと、まず縁側、広いですねこの縁側。しかも今日天気いいですからね、日がさんさんと入ってきて、この縁側に座ってですよ。いやー、まさに贅沢。庭を見ながらゆったりいろんなことをね考えながら、ぼーっとしながら、こういうスペースってなかなかないですよね。いや、素晴らしい。縁側がこんだけ広い、もうこれだけで2部屋ぐらい取れそうな縁側ですけど、はい、この木もね結構ね、これねいいフローリングというか。じゃあ和室いきますよ。和室入って6畳、これでちょっと仏間になってます。仏間の6畳で、見てください、この欄間。これもちょっと教えていただいたんですけど、稲見欄間っていう、稲見ってあの富山県南砺市にあるらしいんですけど、この稲見欄間というのを使ってらっしゃるんですよね。これもすごいですよ。ちょっとこっち来てください。このこっちから見たこの欄間、ここ見てください。これこういうのちょっと出てるんですよね、これ。こう、欄間からこぼれ出てるこの立体感。すごくないですか、これ。ねえ。これはなかなか、おしゃれですよ、ほんと。はい。で、こちら、8畳なんです。はい。で、茶室、お茶ができるようになってますね。炉が切ってあって。ね。そして、書院作りの、ザ・床の間と。この続き間、6、8、14畳ね。で、こちらから、縁側からまた戻って、これなんかもうあれですもんね。こんなん僕も初めて見たんですけど、掛け軸入れ。掛け軸入れ言うと怒られるんですかね。収納。掛け軸を収納する。切りですよ、切り。はい。玄関戻ってまいりまして、奥のリビングをお見せしたいと思います。はい。失礼します。はい。リビング、ダイニング、キッチン、さらに奥に部屋があると。これはなかなか立派ですよ。はい、L 型のソファーから見るお庭ですよ。
石塔が立ってて、で天井も見てください、このね大きな梁、これおそらく構造材をねそのまま表しにされてる。今やったら結構あるんですけどね、多分これ建てた時にこういう建て方するってなかなかこだわってないとできないと思いますね。じゃあこちら行きましょうか。洋室、こちら洋室は6畳っていうところでしょうね。はい、ここはあの寝室にもお使いになられたみたいなんですけども、はい、リビングの横ということで使い勝手はいいかなと思いますね。はい、そしてリビングを出て、はい、こちら和室なんです。これも6畳。そして見てください、掘りごたつ。大好き。日本人大好き掘りごたつですよ。はい。やっぱり和室となると、先ほどの数寄屋造りのこだわりみたいなものが、こう、随所に現れてますね。こういう天井もですね。茶室の天井のような形でね、こう作られてるなっていうのが。皆さんやったらちょっとどう使うかってね、またね、いろいろコメントいただけたら嬉しいんですけども、これだけのこだわりの家ですから、使い方いっぱい浮かんでるんじゃないですか。そして、こちら。ダイニングキッチン。キッチンはですね、L 字型のキッチンになってまして、ダクトもあると。システムキッチンですね。これはまだまだ使えますね。これもクリーニングすれば十分使えますから。ちゃんと管理はされているので、築はね、だいたい約30年ぐらいなんですけど、綺麗に使われているので、古さを感じないと。はい、こちら来ますね。さらに奥、水間につながります。ここはちなみに、キッチンにね、入っていく扉になっているところですね。キッチンに入る扉。はい。で、こちら失礼しまして、はい、こちらが洗面。洗面室があって、で、このまま奥にお風呂になっていると。そして、こちらがトイレですね。はい。トイレももちろん使えますと。で、ちょっと外行きますね。ちょっと。こちらが車庫。車庫はこれ2台分。室内の車庫2台と。そして、こちら、はい、物置があると。ここね、物置があると。こうね、家の中からね、やっぱりね、車庫に入れるって便利ですよね。やっぱりこう、富山雪がね、多いですから、中にシュッと入れるようにね、できるというのは嬉しいとこですね。はい。はい、それでは廊下に戻ってきました。次2階にね、はい、行きたいと思います。はい、でこちら奥行きます。で2階もトイレがありまして、はい、でこちらですね、洋室。ここでだいたい 7.5 畳ぐらいですかね。洋室がストンとあると。ここからもねお庭が、景色が素晴らしいですね。はい、いいですね。そして、まあ、こっちから行きましょうか。続き間になってます。和室。まあ、6.5 畳ぐらい。まあ、6畳スペースに収納があるというような感じで、さっきの廊下に出れると。2階の廊下から。はい。こちらですよ。はい、見てください。もう一個階段あるんです、これ。もう一個階段があって、降りていきますよ。降りたところに2部屋あって、まずこちらから行きます。こちらね、まあ、4畳ぐらいですかね。消費者さん物置って言ってました。まあでも別に個室にも十分できるかなと。ちょっとねロフトっぽくしてある部分もあるんで。それと、はい、こちらですね、洋室。ここも6畳ぐらいですかね、洋室と。今度は外をご案内したいと思います。はい、はい、皆さん外、これ先ほどね、中からシャッター付きガレージ。そしてこっち来てください。実は、この3台分、この駐車場も付いてます。合計5台止めれます。普通やったら大体これですごいでしょっていう話なんですけど、立地もこだわってるんですよ。これね、家がずーっとあってね、こちら見てください。公園なんですよ。家の隣がずーっとね、遊歩道になってるんですよ。ここもね、むちゃむちゃ気持ちいい。こちらが家ですよね。はい。だから、お庭のこっち側、さらに公園なんですよ。だから、この公園の景色も楽しめる。桜が綺麗らしいんですわ。いや、最高でしょ？で、川があってね、水の音がして。川めっちゃ綺麗。ねえ。これね、遊歩道ね、ずっと歩いたら30分ぐらい続いてます。
だからね、毎日ウォーキングとかすんのむちゃくちゃいいでしょ。そして見てください、あれ何これ、電車なんですよ。そう、見てください、駅です。駅がこっから歩いてさっき来ましたけども3分、富山地方鉄道地鉄です。はい、見てください、奥見えますかね、立山連峰ですよ、ザ富山。この地鉄で皆さんね、山登り行きはるんですって。だから黒部の方に行ったりとかできるわけですよ。いやー、今回の物件いいでしょう。皆さん民泊とか自分で住みながらシェアハウスとして貸したいみたいなとかもね、あんだけお部屋ありますんで何でもできるんじゃないかなと思います。ぜひご検討ください。そして初めての人はチャンネル登録、いいねボタン、たくさんのコメントお待ちしてます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今日もね、素晴らしいこだわりの物件お見せできたかなと思うんですけども、はい、こちらね、越中江原駅、先ほどね線路の奥に駅ですよって言ってたこの駅なんですけどね、江原駅、富山市向井新城町、富山駅からは車で17分ぐらい、この越中江原駅から徒歩3分です。そして土地の大きさがね、だいたい144坪、大きいですね、駐車車5台できますから。でこの越中江原駅のすぐそこにね、もうコンビニもありますから、買い物も近いです。はい、そこまでねむちゃくちゃ田舎じゃない、近隣にね、あの買い物施設もありますので生活は不便かなと。こんな場所にあの建物ですよ、お金をかけてこだわりをかけて考えて作られたと、もう愛情たっぷりの家、ぜひ誰かに使っていただきたい。もうあれをもし使わなくて潰しちゃうとかになると非常にもったいないなというふうに思いますので、ぜひあの建物をですねそのまま生かしていただける方、ぜひご検討いただきたいなと。今回は売却ではなくて、あそこを借りてほしいと、賃貸です、もしくは活用、何かしてほしいというふうに、おっしゃられてます。賃料とかはまだご相談できますので、はい、ぜひ何なりとお問い合わせいただきたいなというふうに思います。物件に対してのご質問は必ずお申し込みフォームから問い合わせください。そして空き家で困ってる、実家がそのままになっちゃってる、こういった皆さん、ぜひ僕たちに相談してください。こちらもお問い合わせフォームからお申し込みいただければ、私たちがですね一緒に考えますんで。それではいつもので締めたいと思います。いきますよ、エアン、空き家やん、ありがとうございました。